分割線がね、このラインに沿ってるのがいいですよね、やっぱり。あ、見えた見えた。あいいね。手持ちのウルトラマンを、えー、背の順に並べてみました。これがやっぱデザイン面でね、いいですね。手が取れた。 ててれ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  てはい今回紹介するのはこちら、えー、メガライトヒーローズのシングルトラマンですねはいこちらのねシリーズは新しいシリーズみたいですねはいうん目が光るって感じ 目が光る、目がでかい、目と目をかけて、目がかけてるのかな、これ、20センチあるんですね。で、目が光ると。このあのー、シン・ウルトラマンのね、フィギュアを結構整理したというか、欲しいのだけ残して、うん、割と整理しちゃったんですけど、で、まあ、もう買わないかなと思ってたんですけど、これはね、ちょっと、うーん、このポーズ見てね、かっこよくて買っちゃったんですよね。目も光るし。 めっちゃいいですよ、ね、これこのシリーズでいろいろ出してほしいなうんちょっとじゃあ開けてみたいと思いますとりゃとりゃじゃじゃーおお腕が別パーツそういうことかうーんでえー、っとアペリパ ビニールにくるまってるとうんうんああいいサイズ感ですねこれほっほーあいいめっちゃいいなうんえーとこれはあ台座もついてるんですねうん僕あんまりこういうの使わないけど あここにガチッとはめ込めるようになってるんだうんでも使わないなこれは色はげたあっやばい色はげないよねうんであとは<っ> <laughs> でえー、こうは電池入ってるんですねもうねうんだからこうで絶縁シートだけ抜いてはいこれをはめ込むピカッと光らせてはめ込めばいいんだな えと光らせてここに入れると、うん、そうすると目が光るのかおちょっと待ってあれ入んねえなどうやんだあれ入んないなんか無理やりやっちゃうとまずそうなこうかなあ形があるのかあこっちだうん前後ろあるんですねちゃんとね おーいいなあ。こんな感じ。うーん、いいフォルム。かっけえ、うん。このね、分割線がね、このラインに沿ってるのがいいですよね、やっぱり。このこ,この、ンウルトラマンってデザインがシンプルだが、ここにラインがあるとね、すごく微妙なんですよね。 これはすごいいいですねここで分割されてるのこれは優秀うんでこれ中中空じゃないんだなこれなうんソフビだとこういうのできないですもんねこういう分割がねこの辺はまあ分割はしょうがないかでもそんなに目立たないねこれねうんここうんぱっと見全然すごく出来がいい うんなんか顔が勇ましい感じかな、ちょっと。ちょっとライトで見づらいな。ちょっとこれ、ライト落としてみるか。こんな感じ。おお。あ、見えた、見えた。そうだな。おあいいね。いや、めっちゃ出来がいいですね。 うん、このシリーズいいですね。これでね、新仮面ライダーとかも出してほしいな。うん。おすすめです、これ。はい、えー。手持ちのウルトラマンを<お>、えー、背の順に並べてみました。えー、と左からこちらが海洋戸のミニ級かな。トレーディングフィギュア。で、これがメタ。これでしょで。こちらがウルトラアクションフィギュア。手だっけね。 ちょっとフィギュアっつに変えてますけど。これマフェックスとムービーモンスターシリーズ。こちらはほぼ同じぐらいの身長かな。で、えー、今回のメガライトヒーローズですね。結構やっぱでかいですよ、比べると。で、こちらが一番くじのフィギュアですね。これもかなり大きいです。うーん。なかなかのサイズ感ですよね、やっぱり。うん。 このね、やっぱムビモンと比較すると一番わかりやすいんですかねうんムビモンよりいいのがねやっぱりこれですねムビモンはねやっぱここの腰の分割ラインがねどうしても気になっちゃうんですよね CCP とかもそうでしたけどやっぱね分割線がラインに沿っ模様に沿ってないっていのがね うん、一番気になるんですよね。この新ウルトラマンってデザインがシンプルだから他のウルトラマンと違ってそこが気になっちゃうんですよね。そこがねやっぱこうこれはね中身空っぽじゃないんでこれ中身詰まってるんでこういう風にね分割模様に沿って分割できるというこれがやっぱデザイン面でねいいですね手が取れたこれはやっぱデザイン的にいいですねそしてこのボリューム感ね。 うーんいやこれはいいんじゃないですかまあねえー、っとね分割ラインっていうかこれデザイン面でいうとねやっぱこれがね一番いいんですけどねそ一番くじのやつ分割線がどこにもないというね全部模様に沿ってるんでこの腕すらねうん分割線がないんですよ全部模様に沿ってうん 色分けのところね分割されてるんでうーんこれいいですねやっぱやっぱこれが一番かなと思うんだけどただまあこれね目が光らないしあと目がちょっと透明すぎるのかなうんその辺がちょっと気になるって考えるとまあそコスパとかも含めて考えるとやっぱこっちかなって感じはしちゃいますねほんとこれねめちゃくちゃ出来がいいと思いますうん この辺はね、可動フィギュアなんで、まあ、単純に比較はできないんですけど、うん、これはね、ほんと、晩酌フィギュアにもってこいですね。はい,、はい、今回は、メガライト・ヒーローズ・シン・ウルトラマンの紹介でした。またねー